こんにちは、車が大好き、セイです。さて、皆さんはトヨタ認定中古車というのをご存知でしょうか。これはトヨタが独自に決めた基準をパスした厳選された中古車をさらに徹底的に整備・清掃して販売することで、今後も安心して長く乗れる品質の高い中古車を供給しようというシステムですね。実際ロングラン保証という購入後1年間無償で保証してくれる、しかも走行距離無制限というシステムがついていることからも、このトヨタ認定中古車の品質の高さへの自信というものが伺い知れますね。この保証には当然ハイブリッドカーの駆動用バッテリーも含まれます。なので中古で安いハイブリッドカーを購入したら、すでにバッテリーが寿命になってて交換費用で高くついてしまったなんてことになる心配もないんですね。これは心強いですよね。そして今回私がレビュー動画の撮影でお世話になっているトヨタカローラ大分本店で、その車の清掃工程をじっくりと見学させていただきました。正直ここまでやるのかと思うほど徹底したものだったんですね。そこで今回はその清掃工程の様子を最初から最後までじっくりと皆さんにお届けしたいと思います。いわゆる工場見学というやつですね。では行ってみましょう。さて、今回清掃する車はトヨタのアクアジーズというスポーツグレードですね。以前この車のベースグレードレビューしたことがあるんですが、車体の重心が意外なほどしっかり低くて安定した走りがとても気持ちいい車でしたね。このジーズというのはスポーツグレードで、内装もかっこよくなっているので一度レビューしてみたい車でもあります。とちょっと話がそれましたが、まず最初の工程は車内の清掃です。バッテリーを外してシートのボルトを外します。この時専用のリフターを使用してシートを持ち上げて車外に出します。このシートを持ち上げるのを手作業でやろうとすると、すごく力を入れにくい姿勢で中腰となるので、相当作業の負担が大きくなるんですが、このリフターを用いることで作業負担が大幅に軽減されるんですね。ちなみにこのリフターはトヨタが開発して特許も取得しているというもので、勝手に似たようなものを作ると怒られちゃうそうです。取り外したシートは専用の作業台の上に置いて清掃されます。まずはシートを作業台に固定して、ブロワーで表面のゴミをきれいに吹き飛ばした後、スチームクリーナーでシート表皮に染み込んだ汚れをしっかりと拭き取っていくんですね。この時下のペダルを踏むと作業台がくるくるっと回るようになっているので、作業者がその場に立ったままで全体を掃除できると、作業効率を高める工夫がなされています。単に丁寧に作業するだけでなく、無駄をなくして能率を上げる、トヨタ生産方式の理念がこういった場所でも活かされているんですね。助手席側のシートも同時に取り外しされて、反対側で同じように清掃が行われていきます。こちらがシートを取り外した状態。こうしてみると車内って結構広いんですね。シートをきれいにしている間に車内の清掃も同時に進められていくんですね。まずは掃除機でカーペットのゴミをきれいに吸い取っていきます。この時カーペットの端っこもめくって、その下に入り込んだゴミも全部吸い取っていくというこだわりようです。この時点でもう結構きれいになったなって感じはあるんですが、当然作業はまだまだ終わらないんですね。後部座席も同じように掃除機でゴミを吸い取ったら、今度はスチームクリーナーで車内の汚れをきれいに拭き取っていきます。拭き取る箇所は後部座席にシートベルト、ダッシュボードやドアトリム、果ては天井までしっかりときれいに汚れを拭き取っていきます。特にこの天井、範囲が広い上にずっと上を向いての腕を上げての作業なので、なかなか大変そうですよね。当然スチームクリーナーの布の部分にはたくさん汚れがつくので、
こまめに交換しながらの作業ともなります。やはり長年使っているうちにいろんな汚れが溜まってくるんですね。車内の清掃が終わったら、今度は鉄板の継ぎ目の部分の段差やドアを開閉した時に見えるヒンジとか奥の狭い部分ですね、こういったところに溜まった汚れを落としていきます。こういった部分って普段の洗車でもなかなか洗わないし、ちょっと洗おうって思ってもスポンジとかタオルが奥すぎてこう隙間に入っていかなかったりで、割と放置しがちですよね。私も普段の洗車でそういうとこあんまり洗った記憶ないですね。せいぜい雑巾が届く範囲で拭き上げるって程度なんですが、こちらの清掃工場ではバッチリと汚れを落としていきます。まずは専用の洗浄液を吹きつけて汚れを浮かせたら、ブラシで丁寧にその汚れをかき出していきます。ゴシ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 と細かく汚れをかき出していくんですね。かなり地道な作業です。大掛かりな機械でドカーンと一気に洗うのかなと思ってましたが、実はこういった地道な目立たない作業もしっかりやっていくんですね。ちなみに清掃に使われる洗浄液などは市販品ではなく、すべてトヨタ本社から指定されたトヨタ認定中古車専用に用意された洗浄液だそうです。汚れをかき出した後はスチームを使ってシュワーッときれいに洗い流していきます。この時水をかけるだけでも良さそうな気はするんですが、それをすると水しぶきと一緒に汚れが飛び散ってまた内装が汚れてしまうんだそうです。細やかな配慮ですね。こちらは洗い上がった様子、ご覧のようにピッカピカです。さっきまであった黒いカビのようなもの一切ありませんね。こちらは前後のドアの間の部分にある B ピラーですね。ここも結構汚れ溜まりやすいところですよね。でもこっちもガンガンと汚れが落ちていっています。こうやってどんどん綺麗になっていくとこ見るの本当気分がいいですね。この作業は後部座席のドアパネルやトランク部分など全周にわたって行われていきます。この間別の場所ではフロアマットの洗浄が行われます。今映ってるのは別の車のものなんですが、このようにブロワーで小石や砂を吹き飛ばしていくんですね。これが結構溜まってるものでして、ご覧のように下のトレーに吹き飛ばした後の小石や砂がこんな溜まるんですよね。もちろんこれは車1台分ではないんですが、意外と溜まるというものです。その後は洗濯機でガンガン洗います。さらにこの後乾燥の工程があるんですが、ここではトヨタカローラ大分だけのオリジナルの設備が用意されています。こちら吊り下げ式のレールですね。カーテンのようにフロアマットを吊り下げてまとめて一気に乾燥室まで押していきます。いちいち手で持って運ばなくていいんですよね。さらにこちらフロアマット専用の小さな扉も作ってあるので、ここからどんどん奥に投入してあとは乾燥するのを待つだけというものですね。実際の作業では一度に何台分も洗って運ぶので作業の負担が大幅に軽減されるんですね。車内の作業はこれで完了ですね。新車のようにピッカピカになりました。そして今度は外側の清掃です。いきなり全体を洗うのではなく、まずはモールドやドアノブの隙間といった汚れやカビがたまりやすくかつ落としにくい部分ですね。こういったところって結構ワックスもたまっちゃったりなんかしますよね。でそれを温床にしてカビなんかが生えちゃうなんてこともあるわけですが、洗車のついでにスポンジやタオルで落とそうとしても細すぎて細かすぎて届かなかったりなんてありますよね。そんな箇所の汚れをまずはきれいに落としていきます。手順は先ほどと同様に洗浄液をすべてのモールドに吹きつけてブラシでゴシゴシと汚れをかき出していったらスチームでシュワーッと洗い流していくんですね。この映像を見てもわかるように黒い汚れがどんどん湧き出てますね。それぐらい奥にたくさん詰まってたってことですよね。一通り洗い終わったらブロワーで
エアをブワーッと吹きつけて水気を飛ばして洗った面の確認です。細かな汚れがきれいに取れましたね。このタイミングでホイールもきれいに磨いていきます。ホイールクリーナーとブラシを使って隅々まで洗っていきます。もちろんホイールナットの奥の方もしっかりと汚れをかき出します。あとは水で汚れを洗い流せばホイールもこれで完了ですね。次の工程に進む前にここでシートも取り付けておきます。さっきと逆の手順でシートリフターで運んできて最後ネジ止めして完了ですね。これでようやく一つ目の工程が完了です。まだ2つ工程が残ってるんですね。まだまだ先長いですよ。さてこの工程ではまずエンジンルームの洗浄から取り掛かります。普段こまめに洗車してるっていう人でもボンネットは開けたことがないっていう人結構いるかと思います。なので外見はピカピカの車でもボンネットを開けてみるとえってなるぐらい泥やら油やらでエンジンルームが汚れてるっていうのはよくあることですよね。でもエンジンルームの中ってエンジンだけじゃなくバッテリーだとか電装品いろいろ備わってるから下手に水かけない方がいいんじゃないと思われそうなんですが、実はこういった部分の防水対策ってしっかりされてるんですね。なので普通に水かけて泡でゴシゴシ洗っても大丈夫なんですね。むしろこうやって定期的に汚れを落としておくことで各部品が傷みにくくもなるし、オイル漏れやオイルにじみあるいは液漏れそういった不具合が発見しやすくもなるんですね。洗浄液で汚れを浮かせてブラシでかき出した後は高圧洗浄機で一気にドバーッと洗っていきます。そんなことやって大丈夫なの？と心配になりそうですが、これもトヨタ本社から指示されている作業内容なんですね。おそらくこの話を聞いてる方の中にはわざと壊れやすくしてでまた新しい車に買い替えさせるためにそういう作業させてんじゃないの？と疑り深い人が出てきそうなんですが、そもそもこのトヨタ認定中古車は1年間走行距離無制限で無償で保証してくれるというものなので、わざわざ壊れやすくする理由がないんですね。なのでエンジンルームっていうのはそれぐらい防水がしっかりしているっていうことですね。エンジンルームの洗浄が終わったら、あとは艶出し保護剤を吹きつけて完了ですね。エンジンルーム内もツヤッツヤになりました。ここでようやくボディ全体の洗浄です。洗車と聞いてみんなが普通に思い浮かべる光景がようやく現れました。ちなみに今吹きつけているのはただの洗剤じゃないんですよ。鉄粉除去剤というものですね。これはどういうものかというと、車というのは普段走行中砂ぼこりだとか他の車の排気ガスあるいはその他の塵などいろんなゴミを常に浴び続けてるんですね。でその中には砂鉄などわずかながら磁力を帯びた金属の粒子というものが含まれるんですね。でこれが一旦ボディにひっつくと普通の洗剤では簡単に落ちないんですよね。でもそれをそのままにしておくと次の工程の研磨あるいは洗車した後の拭き上げの工程でその鉄粉でボディ表面をジャリジャリと擦ってしまうんですね。それを防ぐために鉄粉も一緒に洗い流してボディ表面をツルッツルにしてくれるというものなんですね。昔は鉄粉を除去するって言ったら粘土で取るしかなかったんですが、こっちの方が泡の間に鉄粉を取り込んでくれるのでよりボディ表面を傷つける心配がなくなるんですよね。いやー技術の進歩ってすごいですね。こうしてボディ表面の汚れを泡とともに洗い流したらワイパーで水気を軽く切ってから細かい隙間に残った水はエアで吹き飛ばしながらタオルで拭き上げていきます。またこの洗車の作業中ずっとなんですが、
誰かしらのスタッフがこのトンボのような道具を使って床に落ちた水を常に排水口へと押し流していました。こうすることで滑って怪我するのを防止してるんですね。この時点でもうツヤツヤ、もう洗車完了なんじゃないって感じがするんですが、まだ終わりません。ここからは磨きとワックスだけですね。研磨剤入りのワックスで表面をきれいに磨きつつ、ワックスがけも行っていきます。ここではポリッシャーと呼ばれるくるくると回転する道具、これにコンパウンド入りのワックスをつけて磨いていくんですが、この作業ってある程度熟練していないと円弧状の磨き跡ができちゃうんで、結構難しい作業なんですよね。そんな作業も手慣れた手つきでどんどん進められていきます。またこのボディの磨きをしている最中にも窓を拭いたり、タイヤにワックスをかけたりと分担で次々と作業が進められていきました。チームワークがすごいですよね。タイヤもあらかじめ木の板の上に乗せておくことで、タイヤワックスを一気に全周に塗れるように、そういった工夫もされていました。これで磨きの工程も完了です。ものすごい丁寧に磨かれてました。おかげでウォータースポットもブレーキダストもなく、ボンネットには天井の LED ライトまで映り込んでます。もう新車同様にピッカピカですね。ここまで来ればあと一息です。乾燥が完了したフロアマットを車内に戻して、3つ目のブース、最後のブースですね、こちらへと移動します。ここでは車内の消臭作業を行います。ご覧のようにでっかいタンクのついた噴霧器、これを車内にセットしてホースで圧縮空気を送ります。あとはエアコンを全開で稼働させて、だいたい10分ぐらいですかね、消臭剤を車内全体にじっくりと行き渡らせます。これでようやく全ての清掃作業が完了です。あとはターンテーブルにこの車を乗せて、中古車情報サイトに載せるための写真を撮影していきます。すごいですよね。わざわざ撮影のためにこういったターンテーブルまで作るなんて。しかも天井の方に目をやると、四角形の形にライトが並べられてますよね。こうすることで影のない綺麗な写真が撮れるんだそうです。こうして全てのメンテナンスと清掃作業が完了した車のみがトヨタ認定中古車として販売されるようになります。さて今回の工場見学はこれで終わりとなりますが、いかがでしたでしょうか。私としましてはトヨタ認定中古車という言葉、これ自体は以前から聞いたことがあったんですが、具体的に他の中古車とどう違うのか、そういったことは何も知らなかったんですよね。なので今回すぐそばでその作業の内容をじっくりと見学させてもらうことができて、とても貴重な機会に恵まれたなと思いました。実は私はトヨタの FJ クルーザーが好きなんですね。ちょうど10年前にデビューした時からずっと憧れ続けてます。今はもう新車は出てないんで、なんとかプレミアがついてしまう前に頑張って貯金をしたら、こちらのトヨタ認定中古車から購入したいなと思いました。長く乗れるという面ですごく安心ですからね。今回の動画は以上で終わりとなります。今後もレビュー動画や DIY にドライブ動画などなど、いろんな動画を投稿していきますので、興味のある方はよかったらチャンネル登録をして次の動画をお待ちください。ではまた次の動画でお会いしましょう。